やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、多分市場に出てる本格的なオーディオプレイヤーの中でも、最小クラスの1台、シャンリング M-Ray の新バージョン、M-Ray Pro を紹介してみよう。M-Ray シリーズの魅力は、とにかくちっちゃいこと。さらに、今回の M-Ray Pro では、音質面でバランス出力に対応し、大幅に強化された。そのままではこのバランス対応の能力は活かされず、3.5mm 端子を 4.4mm 端子に変換する専用コネクタが発売される予定だ。今回はまだ 4.4mm 化ができない状態なんだけど、それでも十分な能力を見せてくれたぞ。また、これだけ小さいのに、デジタルオーディオプレイヤーとしての機能も、シンプルかつかゆいところに手が届く仕様になっていて、単体での再生能力はもちろん、Bluetooth の送受信、USB を使った USB サウンドデバイス化も可能だ。お気に入りの音楽は M-Ray Pro に入れて、単体再生、サブスクの音楽サービスなんかは、スマホと連携して再生する、というコンセプトになるぞ。で、まずざっくり触ってみた感想なんだけど、M-Ray Pro はめちゃくちゃ便利、単体利用が重視される大型プレイヤーより、Bluetooth 連携時には扱いやすいまである、小型ながら洗練されたインターフェースで、使っててストレスも感じないな。例えば、パソコンで再生してる音楽を、有線で接続した、シャンリング M-Ray Pro で再生したい場合、M-Ray Pro の操作はすごく直感的に行える、多機能なんだけどメニューがわかりやすくまとまっていて、シンプルに扱えるのが M-Ray Pro の魅力だ。まず、設定を開いて、その中には項目名としてもわかりやすい USB モード。ここから、USB で繋げた時に、充電しながら普通に音楽を再生するか、充電しながらパソコンの音声信号を再生するか、それとも、ミクロ SD カードのデータを読み書きするか、が変更できる。ここまでは普通のプレイヤーの DAC モードと同じなんだけど、いざ、PC の音声信号を再生する、USB DAC モードで接続した時、そこに歯車マークが一つついてて、簡単に DAC モードで接続しながら、充電するか、充電しないかの設定が変更できたりする。なお、電源とボリューム以外の操作はすべてタッチパネルで行うので、そこら辺の操作感も煩わしくなく、触ったらすぐに反応するところも評価が高いな。また、より大型のプレイヤーだと、DAC モードでの遅延がすごく気になる場面が多いんだけど、M-Ray Pro の場合は、Bluetooth イヤホンの遅延程度に収まっていて、映画を見るくらいだったら全く問題ない程度の遅延なのが、実はかなり嬉しい。他の音楽プレイヤーの DAC モードはかなりの遅延が伴うので、遅延の少ない DAC モードを持つ機種はかなり貴重だ。この反応の良さは、Bluetooth のレシーバーモードでも感じられる。さすがに専用の LDAC 接続イヤホンなんかに比べると、若干遅延はあるんだけど、やっぱりこちらも映画鑑賞くらいなら違和感を感じない程度のレベルで抑えられてるぞ。なので、PC やスマホにちょっと繋いで YouTube を見る、なんてライトな仕様にも対応できる、フットワークの軽さが M-Ray Pro の魅力だ。Bluetooth レシーバー専用のフィーを BTR5 と比較すると、BTR5 や 3K と、遅延以外の使い心地はほぼ同等。M-Ray Pro の電源を入れると、最後にペアリングしたデバイスの電波をつかみに行ってくれるので、Bluetooth モードで普段使う場合にも、全くストレスなく接続できる。Bluetooth モードから戻すときには、デバイスの画面左端から右に向けて、スワイプ操作をするだけ、現行の Android スマホと同じ、直感的操作感で操作することができるぞ。フォントの文字化けもなく、日本語での曲名並びも問題なかった。再生項目も、全曲、お気に入り、アルバム、アーティスト、作曲者、プレイリストの定番に加え、ジャンル、よく再生する曲、最近再生した曲、最近追加した曲、と、豊富なピックアップ方法が揃ってるぞ。また、M-Ray から M-Ray Pro で進化した点として、2TB のミクロ SD カードが扱えるようになった点も大きい。曲データは高音質化に伴って、どんどんでかくなってるので、ここは大きければ大きいほど嬉しいだろう。もちろん、ハイレゾ音源を再生しても、もたつくことはなく、そういった体感面でも、小さくてもキビキビした一台に感じられるな。M-Ray Pro は、よりシンプルな M-Ray と比べると、30分だけ連続再生時間は落ちたものの、単体での連続交渉再生時間は 14.5 時間と大型プレイヤーに負けてない。さらに、今回は連続動作時間を犠牲にしてハイゲインモードが搭載されていて、小型ながらより大きなヘッドホンなどの駆動も余裕でこなせるぞ。Bluetooth のバージョンも上がって安定性も増してる。そして、これだけ色々やってるのに DAC とアンプが統合された心臓部はデュアル化を果たしてるんだ。
M-Ray Pro の音色を決める DAC アンプ統合チップは ESSES9219C より大柄な Hibbs AP80 Pro X や Stick DAC などなど多くの採用例のある構成だな。M-Ray Pro は小型化のために 3.5mm ジャックしか搭載してないんだけど、これは多分中国の旧正月明けに発売になるだろう。専用の変換コネクタを使うことで対応する。専用変換ケーブルはミニミニケーブルみたいな見た目で、本体の取り回しを崩さない配慮もされてるぞ。値段がいくらくらいになるかはわからないけど、このサイズながら 4.4mm バランス出力ができるという点が重要だ。しかも心臓部はもう一回り大きな機器にも採用されてる DAC アンプ周りということで、そのポテンシャルは十分で、小さいものに機能を詰めたオーディオ機器は大体高いと相場が決まってるんだけど、 M-Ray Pro はしっかりとエントリー価格帯で提供されてて、この仕様で2万円を切る。現在1万6000円台程度で出てるストアが多いな。正式販売が始まっても2万円程度だろう。USB DAC 機能とハイレゾ再生能力とアンプ強化と Bluetooth 送受信能力と、現代のオーディオプレイヤーとして完璧な仕様を備えておきながら、10年くらい前の Apple の iPods とかとそんなに値段が変わらないんだよ。優秀すぎないか？初代 M-Ray も、これでいいんだよ、これで、な感じの出来だったんだけど、携帯性、連続動作時間、拡張性、そして、連携力、その全てを備えた一台が、M-Ray Pro だ。M-Ray ユーザーの移行先としてももちろん、大きな DAP を持ってるんだけど、それを持ち出すほどじゃない時に使うサブ DAP として、割り切っていて、それでいて音質と使い勝手を備えた、優秀な一台になるだろう。また、本格的な DAP までは必要ないなぁ、と思ってる人にも、M-Ray Pro は、バランス接続対応の可能性、レシーバーとしての完成度、DAP としての実用性等々、高いバランスでまとまった一台と言える。さっきの逆で、上級オーディオプレイヤーを購入しても、この手軽さは腐らないからな。ただ、大きいということにはメリットもあって、同じようなコンセプトで大きめの AP80 Pro X と比べると、単体再生時に独自機能がないことと、単純な画面の情報量、という点では対抗できない。M-Ray Pro はそこそこ解像度の高い液晶を使ってるんだけど、やっぱりサイズ差があって、画面の情報量表示は最小限だ。レスポンスはほぼ差を感じないので、そこは気にしなくていいんだけど、単体での操作感は、やっぱりでかいものの方が有利だぞ。それから、ヒビー系の OS を搭載する、Hibbs AP80 Pro X には、MSAB、という、独自のより直感的に音を変化させられるイコライザ機能がある。これで音をより好みに変化させられるんだけど、シャンリング M-Ray Pro は、標準のイコライザのみの容易だな。むしろ、イコライザがついてるだけありがたいんだけど、より複雑なプレイヤーのイコライザ機能に比べると、シンプルで割り切ってる、という点は承知しとこう。とはいえ、ESS の同じクラスの DAC を搭載しているだけあって、基本的なポテンシャルはより大型の DAP に匹敵する。その点は安心して手を伸ばして大丈夫だぞ。また、さすがに専用の Bluetooth レシーバーである、BTR5 などと比べると、若干遅延はある。ただ、さっきも言ったように、ゲームでもしなければ問題のない程度なので、ここは使用用途で選ぶのが良いだろう。Bluetooth、USB ともに、専用の機器に比べると若干の遅延があるものの、ストレスは全く感じない程度なので、動きの激しいゲームでもしなければ大丈夫だ。音楽再生、映画鑑賞なら文句なしの遅延の少なさになってるぞ。イメージとしては、専用の Bluetooth レシーバーである BTR5 より M-Ray Pro は一瞬遅れる感じ。さらに、他社のオーディオプレイヤーではそこから1秒くらい遅延する感じだ。M-Ray Pro は、音楽プレイヤーと BTDAC のちょうど美味しいところのバランスにいる一台、って印象だな。それから、充電も早め。小型でバッテリー自体が小さいからか、すぐにバッテリーが充電できる印象。その割に消費電力が小さいので、ロングライフな一台だ。物理的重量に加えて、そういうところの小回りの機器も、より便利で手放せない一台と感じる部分だな。M-Ray Pro は、このサイズながら、4.4mm バランス出力が可能な、オーディオ的こだわりを満たしつつ、実用的で、そして想像以上に小さくて軽い。個人的には、必ず持ち歩くスマホとセットで、USB または Bluetooth で繋いだり繋がなかったりしながら、いつでも使える音楽プレイヤー、といった感想になったぞ。このプレイヤーがおすすめな人は、本格的で小さいプレイヤーが欲しい人、本格的で安いプレイヤーが欲しい人、本体での音楽再生はもちろん、スマホとの連携を考えている人、Bluetooth DAC は欲しいけど、単体でも音楽を聴きたい人、
単体でできる限りコンパクトに音楽を聴きたい人、スマホのストリーミングサービスをより高音質で、かつ手軽に聴きたい人、一台で外使いを全部完結させたい人、それから、直感的に操作できる DAP を探してる人だな。個人的なおすすめは、本格的で大柄なプレイヤーと一緒に使う二台体制。僕の場合、遠出をした時は間違いなくこいつが活躍しそうだ。また、お気に入りのアンプがあって、それと連携させたい場合にも便利だな。例えば、僕が使ってるアンプと組み合わせると、ほとんどアンプ以外の荷物が増えない。それでいて、ここから Bluetooth レシーバーとして運用できるので、その便利さはかなりのものだぞ。単体で使えるポテンシャルと、何かと連携して使える小柄さ。そして、操作で音のレスポンスの良さ。それらが揃ってるのが、M-Ray Pro だと思う。音質についても文句なし。ES9219C は、今回はシングル駆動でしかテストできなかったけど、音色をくっきりと描き出し、空間を広げるような鳴り方だ。若干低音域まで引き締まりが強い印象はあるけれど、FIO BTR5 や、HIDIS XO などでも採用されているものと同じで、変に強い味付けもないので、メインの再生環境としてしっかりこなせる一台だぞ。初めての一台、大型 DAP とコンビを組ませる一台におすすめだ。と、こんなところだな。割り切ってるところと妥協してないところがすごくはっきりしてる。物理ボタンが一つしかないけど、反応がいいから特にストレスもなかったな。小さくても誤操作もないし、ついでにラジオなんかの倍速再生もできるぞ。単体か、連携か、サイズか、操作感か、よく悩みながら欲しい DAP を厳選してくれ。といった感じで今回はここまで。